飯塚地区飯塚、招き木古墳群は、埼玉県秩父市寺尾にある群衆墳。荒川佐岸の寺尾の貸し団球場、飯塚地区に73基、招き木地区に53基の古墳が展開する、秩父地方最大の群衆墳である。計5から27メートル、高さ1から4メートルの円墳で構成されるが、宝墳が存在する、可能性もある。 1977年は道大橋の仮設による秩父市道38号線の新設に伴い、路線に架か,かる招き木地区の古墳7基の発掘調査が行われた。そのうちの1基である89号古墳が市道脇に移築復元されている。石室は、原室の控え積みを強固にし、集列席を2、3列巡らす小玉地方でよく見られる、築造方法が取られている。 埴輪が出土せず、副葬品も、乏しいことから7世紀後半から8世紀前半に、かけ、豪古主相が築造した古墳群であると見られている。石碑、飯塚、招き木古墳群より、秩父市、続編3367ページ、AB 現地案内版、古墳復元についてより、ありがとうございます。